皆さん、おはようございます。北原です。今日の北リエチャンネルはお花見にやってきました。すごいぬるっとどうですか、映ってますか？桜わかりますか？まあ、ちょっとね、あいにくの曇りということで青空に映える桜を映すことはできなかったんですけども、まあ、北リエチャンネルは最新の CG 技術を持ったスタッフさんを兼ね備えておりますので多分今見てる方はすごい青空の元咲く桜が皆様には届いているんじゃないかというふうに思いますが、今日はまた浅草引き続きみさきちゃんが来てくれてます。こんちゃー。そして北リエチャンネルのスタッフさんのバズさんの愛犬たちも来てます。かわいい、一応ついてる、一応ついてる。牛見さんと小バズさんです。小バズさんです。今日はおのおの花見っぽいものを持ってきたんで発表します。いいですか？いいですか？はい、私は今回はお花見ということで、はい、ホットサンドを作ってきました。おすごい、手作り？はい、なんですけど、ちょっと久しぶりに作ったもので、あと入れ物なくて、うん、タッパーです。タッパーで、家庭的じゃないですか。タッパーで持ってきちゃったんですけど。すごい、手作り。そうなんです。できる女だ。3種類あるので、何、うん、ですか、何味、こちらが卵サンドです。かわいい、カラフルです。枝豆入れてみました。いいですね。はい、で、こちらがいいハムチーズです。いい匂いする。すごいカフェみたい。確かにカフェの匂いするよね。おしゃれてる、おしゃれてる、おしゃれてる。で、こちらがじゃん、ツナマヨです。いや、いい匂い。キャベツとツナマヨ、マスタードみたいな。そう、マスタードも入ってる。と、ともう一個まだあるんすか。卵焼き。わーピクニックだ。ピクニックすぎる。すめっちゃいいですね。映えとかとは程遠いルックス。いいじゃないです、家庭的ですよ、これが一番、はい、ホットサンドと卵焼きを作ってきました。ありがとう、わざ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 作ってきてくれたんか。そうなんです、天才や。私はそのお花見っぽいものを持ち寄るっていうのを聞いた時から、はい、2日前ぐらいじゃないですか、それが。そう、聞いたの。その時点で予約をして今日、取り置きをしていただき、はい、買ってきたものなんですけど。何ですか？桜餅。イエーイ。花見といえばお花見、食べ物でググったら出てきました。桜餅が、はい、桜餅とお花見団子。美味しそう。花見団子です。そう、じゃん、全部和な感じで。そうです。あ、いいじゃないです、バランス取れてる ね、甘いものとさ、いいじゃないですか、主食とさ。ありがとうございます。という感じです。でもなんかバズさんがすごい超対策を作ってたって聞いてますよ。なんかちょっとそこがメインなのでは、本日、はい、むしろやっぱああ踏まれた。え、これ何、なんかついてる。これ何、これついてんの。取って取って取って。何これ。え、取ってやだ。何、取って取って。あ、それと、それで取って、それで、ま、え、ゴミ、ゴミだよね、ゴミだよね。うんち？何でした？え、もしかして、え、嘘でしょ？わかんない。鳥の？え、でも鳥なんていた？いないよ。まず、はい、お花見といえばお弁当ですから。お弁当ですよ。え、お弁、すごい、待って、やば、ね、全部作りました。嘘でしょ？まあ、それ一段目ですね。え、すごい、お重？え、なにこれ。売り物じゃん。お重？消え物担当のスタッフさん。ちょっと、やばい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 。あの、タイ飯。嘘でしょ、ね、タイ飯ですね。花見にタイ飯作ってくる女いるの。え、やばいやばい、美味しそう。あー、エビチリ。最高最高。タコさんウインナーと、ね、ー、タコさんとカプレーゼですね。私バズさんちの子になる。わかる、バズさんと結婚する。すごいね、ハッピーじゃない。しかもうちさ、この弁当の匂いめっちゃ好きなの。わかるわかるわかる、わかる、わかる、めっちゃ好き。このなんか全てが混ざった匂い大好き。タイが窮屈そうで、え、わかる。じゃあ皆様、今年も良いお花見をお過ごししましょう。変な乾杯変な乾杯、聞いたことない乾杯。乾杯乾杯乾杯。ナイスお花見。
うん、平和だね。え、平和すぎるね。日本って平和だな。めっちゃ幸せやん。ありがとう、マジさん。ありがとう。いただきます。いただきます。唐揚げ、うん、うまい。待って、米食べたいから食べよう。うん、しかもシソ乗ってる。最高だ。うん、最高だよ。唐揚げおいしい。うわぁ嘘でしょすごいぜ、このワンちゃん。うん、やんちゃガール。うまいね。うん、うん、唐揚げおいしいです。バズさん、うん、うん、なタコサミナうま。待って待って、うん、よし、うん、えー、偉いじゃん。待って、できんの、天才じゃん。お花見っていつも思うけど、もう一回始まったら桜見ないよね。待って、うん、よし、え、めっちゃお利口。うん、私もサンドイッチ作ろうかなとかちょっと悩んだのよ。うん、危なかったね。全員サンドイッチ作ってくるところだった、うん、じゃあ卵焼き食べたいの。え、食べてみて。卵焼きってさ、どっち派？甘い派とさ。あー、私はね、どっちも食べれるんだよね。いただきます。食べてみて。私はすごい、うん、美味しい。うん、え、嬉しい。よかった、食べてみよう。あ、そう、何味これ。砂糖も入ってる。あ、うん、砂糖も入ってる。砂糖も入っているし、だしも入ってるね、うん、美味しいです。でもこれでもいつでもバズさんは子供の運動会行けるね。本当だね。もう二度やらない。買って詰めた方が早い。それはね、そう。いや、毎日さ、お弁当作ってるさ、うん、SNS とか見ると本当にすごいなって、うん、私がもし作るってなっても絶対夕飯の残りだと思う。あ、私もそう。と冷凍食品、そうそうそう。で、卵焼きウインナーやって、そう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 。でもさ、それで十分やん、うん、だってうち冷凍食品大好きだったもん。弁当に入ってる、うん、私も一番好きだった冷凍食品はね、うん、カップグラタンなんだけど、1位はエビのやつでしょ。そう、あの占いが下に書いてある。そうそうわかる。でも2位はなんか白身魚のフライにタルタルソースが入ってる、うん、入ってるよ、やつ、うん、あれめっちゃ美味しくない？うん、うん、めっちゃ好きだった。私、あのハンバーグに、うん、マヨネーズ乗ってるやつ。はい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 お弁当詰め込むの上手な人ってと下手な人絶対いるよね。あると思わない？隙間産業じゃんこれ。お母さんってみんな上手くない？でも詰め込むの、うん、間が空くとさ、ずれちゃうからさ、お弁当。そうそう、開けた時に。だからさ、なんか前まで全員できると思ってたの、うん、お母さんもできるから。でもなんか一回なんか弁当作った時かな。いや、むずいで。そう、むずくてびっくりして。わかる。こんなに大変なんだ、隙間埋めるのはって。だからさ、隙間にさ、みんなブロッコリーをさ、ギュッてやったりさ、うん、トマトとかね、トマトギュッてやってんだよ。うん、ああいう詰め込む用のものを用意しないとダメだね。ブロッコリー、ウインナー、隙間をね、うん、これが花見です、皆さん。これが This is Japanese 花見。ジャパニーズ花見、サクラ、いや、チャイブロッサム、弁当、うん、弁当。でもさ、弁当ってさ、海外でも通じるんだってね。 あ、そうの？弁当で、うん、らしいよ。へえ。すごいね、タイなんて買ってくれたんですね。ハナマサで。わー、わざわざすいません。でもそんな高くなかった、タイ。ほんと500円ぐらい。え、嘘でしょ。そうなんだ。本当にタイかい？おいしい、タイ飯。おいしいよね。やっぱ出汁が出るんだね。だって、だって米だけでうまかった。冷めてもおいしい。コバちゃん、うちらみんな同じ色だね。ほんとだね、リンクコーデ。うん、リンクコーデや。うんふん、うんふん、うん、おいしいね、うん、よく作るの、うん、こんなん。ミッドサンド、この年に1回このシーズンだけ作ります。お花見の時、お花見の時だけ。なんかこのパンおいしい。お、ほんと？うん、普通のパン？普通のパンにしたと思うけどな。全粒粉にしたっけ。いや、普通のパン。なんかミッチミッチしてるそれ本当においしいですか？おいしい。いいことやな。でも最近なんか、でも確かに大人になったなって思うんですけど、前までは迷わず一番安いものを選んでいたんだけど、なんか油とか、うん、ちょっといいものを選ぶようになったんだけど。わかる、卵とか。え、そう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 赤い卵買っちゃったりして。え、わかるわかる。だからもしかしたらパンもちょっといいのを選んだかも。でもそれだけでさ、本当に100円200円とかでさ、うん、変わるよね。変わる、気分が。なんか最近知ったのが、うん、みりんはみりん風調味料
と本当のみりんがあって、うんあるよね、あれは全然別物だってことを知ったから、うん、でも味は一緒でしょ、成分が結局似たような感じの味になってて違う、まあ、糖分じゃない、でもおみりんの方はちゃんと米からできててみたいな、へー米だっけな、だからもう最近はそういう時になんか高い方を選ぶようになりました、大人やになりましたこんにちは、あイエーイ、あコバズさん挨拶、ハロー挨拶して、 OK OK, okay. 仲良くして、 Yeah, this is a Las Vegas gin. おえーかっこいい、 Now, Tokyo. It's cool. Very cool. ね、目が綺麗、目が綺麗、うん、確かに違うんだね、やっぱ出身で、すっごい素敵かわいいね今外交だからね、これそうだよね外交が行われてる、犬語はさ、あれなのかな、確かにワンちゃん海外の言葉になってるのかな、バズさんが英語できるってことをすごい今、あ、そうなんだ、ええなんだって、なんだって、親、息子だって、親子 Very looks like younger younger かっこいい親子だね、ランチタイム、あ、YouTube yeah, yeah. YouTuber、oh. What's your channel? What's お名前、チャンネル、キタリエチャンネル、Me、 oh, okay. My husband、 oh, okay. キタリエチャンネル、 Oh, you went to Costco、 You go to Costco? Yeah, 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 Costco、 ドライブコスコ、 Yeah、 あ、コスコ、チャンネル登録ってなんて、サブスクライブ、 Subscribe, please subscribe、 Please subscribe、 サブスクライブ、 Oh, thank you、 増えた、増えた、 Thank you、 Making video about theBento? Yeah, bento. This is, oh, she makes this. You made it by yourself? Yeah, Thai mess, Thai mess. Looks good. Yeah, very delicious. Japanese ranch pop. Yes. I like it very much. 確かに、ホットサンド食べる? Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.いや素敵、素敵な購入、素敵な出会いちょっとすごいチャンネルになっちゃって国際チャンネルになりました、ね、イングリッシュチャンネル、北家チャンネル、はい、北家チャンネル登録してくれましたから、バズさん、バズさんのおかげで、え、そう、あ、知らなかったですか、知らなかった、なんで喋れるんですか、バズさんはね、ペラペラなの、英語、なんで、なんで、留学してたから、ちょっと酒の飲み方を学びアメリカにそんなことないよもうコミュ力なさすぎて、私二人がすごい喋ってるのにここでずっとホットサンド食べてこうやって待ってそうか、コストコじゃなくてコスコ、あ、コスコ、ね、私の憧れのなんか私その自然にコスコっていう人にめっちゃ憧れてて、自然になんて言わないでしょ日本人は言わないじゃん、うん、挨拶しないと、ちょっと違う国っぽいよ、次は、あ、かわいい、こんにちは、あ、かわいいね、うん、ワンちゃんがいっぱい来るね、うん、コバズも良かったじゃん、外国の友達ができた ねあんたビビっていかなかったでしょ、思った、牛見、人見知りしてたよね、え、内弁慶だ、あんなオラオラしてるくせに、ね、牛初めての外国犬にビビっちゃって、ね、なんだこのシャレたやつらは、シャレたワンワンはね、コバズがなぜこうやって私に近づいてくるか分かるよ、なんで、私の口からいい匂いがするからでしょ美味しい匂いするからでしょ、分かってんだからねよし、最近美咲ちゃんはカメラにハマってるの、今更ねいいじゃん、いいじゃん、あ、いいじゃん、見てめっちゃ見てるこれ何、遊びな、あ、これはラン、見て、ピクニック、あ、確かにこれ見てください、私のピクニックボックスじゃじゃん、せっかく持ってきたのに、確かに全然ここに置いとけばよかった、こんなに雰囲気のあるなんかいっぱい出会いがあったねそう国際的な、そう、さっき子供とも遊んで国際的な出会いもあって楽しいお花見でしたね、でも今日寒いのよ、寒いです、なんとこの動画じゃ伝わらないんですけど前回は半袖だったというのに、本当だよ、どうなっている、本当だよ、だからもう今極暖着てるもん、私でもちょっと冷えてきたのでもう帰ります、はい、あ、本当、すごい、どこに、嘘、嘘、呼んでんの、急いで、かわいすぎる、本当に、ね、というわけで、バズさん本当にごちそうさまでした、マジで美味しかった、お団子も食べよう、
おでんご持って帰ってよかった。残りはバズさん家で食べるね、うん、もう寒いから、うん、寒いんでバズさん家に帰りますというわけで、あと桜写真撮り行こう。ハッピーお花見ハッピーお花見